福岡国際大学は福岡県太宰府市五条四丁目16番1号に本部を置いていた日本の私立大学である。1998年に設置され、2018年に廃止された。大学の略称は福国、福国大、FIU。1998年に学校法人九州学園が開設した大学である。設置学部は 国際コミュニケーション学部のみで、いわゆる単価大学であった。基本理念は、全人教育を基礎に国際化社会に即応した人材の育成、それを踏まえた社会への貢献で、日本国外の様々な大学と交流協定を結んでいた。しかし、少子化も相まって、開学翌年の九百九十九年より主眼者が定員を下回る状態が続き、九州学園は、 将来にわたって教育研究を継続することは極めて困難として2015年度より学生の募集を停止。2018年に文部科学省より廃止認可を受け、翌2019年に廃止された。福岡県内の大学が廃止されるのは福岡医療福祉大学に続いての事例となった。学園祭は風早福国祭と呼ばれ、 毎年10月末にキャンパスを同じくする福岡女子短期大学と合同で行われる実行委員会は両大学2年次の学生で構成された国内国外ありがとうございます。